今ですね、リヒテンシュタインにいます。リヒテンシュタインの、首都のファドゥースにいます。ファドゥースですね。で、リヒテンシュタインはどこにあるか、リヒテンシュタインという国を聞いたことない人いるか、まあ、これ見てる人ってリヒテンシュタインに行きたくて見てる人多いかもしれないですけど、オーストリアとスイスの、間にあります。小さな国です。人口3万人ぐらいですね。首都はファドゥースで、ファドゥースの人口が大体5000人ぐらいです。今こんな感じでね、今眺めてるんですけどね、これホテルですね、ハウスコンダで、主にドイツ系の人々ですね、がここに住んでます。3万人というね、少ない人口、しかしお金がある国です。なぜお金があるのか、それは少ない人口に関わらず、あ、不明な、不明な、少ない人口に関わらず、例えば切手のね、販売っていうのは国家歳入のかなりの部分を占めてるみたいです。ね、びっくりしますよね。で、世界にいるね、60億人いますけど、切手の収集家って結構います。それらに向けて美しい切手をね、作ってですね、高価な切手を販売してる、それによって収入を得て、まあ、観光ですね、観光なんかになります。この辺り見るとね、結構中心の辺りなんですけどね、ホテルとかもね、あります。小さな宿なんで、降水量も結構激しいです。すごいな。